松山市のホテルで昨日起きた殺人事件で、母親を殺害した疑いで40代の息子が逮捕されました。殺人の疑いで逮捕されたのは、松山市三番町に住む無職の山田潤一郎容疑者です。警察の調べによりますと、山田容疑者は松山市一番町のホテルの客室で、おととい午後2時半から昨日午前10時45分ごろまでの間、母親の妙子さんの首を絞め殺害した疑いが持たれています。警察はホテルの従業員から、男性客が人を殺したと言っていると通報を受け、客室にいた山田容疑者を任意同行して容疑を固めました。山田容疑者は容疑を認めています。二人は同じ客室に宿泊していて、警察は動機や親子間でのトラブルの有無などを調べています。山田容疑者は今日午後に検察に身柄を送られます。